皆さんこんにちは、キムリンオーディオです。嫁企画合同壮行会2023年度第1回、黄色の S66 丸くんですが、少し引いていきます。黄色、だんだんこう、どうもどうも、今日参加ありいただいてありがとうございます。よろしくお願いします。イエモンさんです。イエローモンスターのイエモンさんですよね。はい。はい。だんだん黄色の部分の面積が少なくなって、だんだん黒くなっていっているという感じなんですが、そのうち名前が変わるんでしょうか。いや、多分これ以上は侵食していかないと思います。あ、じゃあここまでで終わりと。そうですね。はい。あ、これ自分で。ライン入れられたんですよね。あ、そうです。自分でカットして。はい。非常に細やかな、作業というか、すごい器用なお方でありまして、こんなところにもこういったワンポイントを入れてくると、そういった感じであります。おっと、こんな、ちょっと吠えるなとか、はい、あ、はい、八幡に。リザルトジャパンの、はい、あ、なるほど、はい、もうボンネットもなんか、フロントフードもなんかこんな感じになってきました。これもリザルトジャパンさんの、はい、そうなんです。もうフルキットでしたよね、確か。そうですね、ほぼほぼリザルトさんのパーツ付けさせてもらってますね。もう100万以上はかかっていると思われるでしょう。はい、これも本物のカーボンになるんですか。ウェットカーボン、ね。あ、ウェットカーボン。はい、あれ、これはそれもカーボンシート焼き付いちゃいました。ああ。こちら。はい。上のこちらの面がまだ焼き付いてないんですけど。うん、あ、こんな感じだったんですけどね。やっぱり熱で太陽の光とか。はい、ああ、そうですか。こんな感じで、だんだんイエローモンスターさんのイエモンさんのマシンも、だんだんこのように進化してまいりました。はい、後ろの方もですね、こんな感じで仕上がってます。最初赤バッチにしてたんですけど、はい、赤がピンクっぽくなってしまいまして。ああ、そうですか。みそごらしくなったんで、はい、ボディ色に合わせて黄色にしました。ああ、わかりました。あ、こんな感じで、リザルトジャパン、そういった形であります。はい、今日も、参加していただきます。また追ってたくさん車、ずらーっと、登場してきますので、また、折を見てですね、また紹介してまいりたいと思います。間もなく出発します。それではまた。